ナマズを書きました。これですね、この間も書いたんですけど、このナマズというのは非常に菜園木を使う上において面白いことがありますので、ちょっともう一度書いてみたいと思います。今、前回と同じようなところちょっと早送りで書いております。今線書きで早送りしてます。特にですね、やっぱりナマズとか他の果物書いても何でもそうですけど、質感というか色の感情を出すというのがすごく絵の上で大事です。それを出す上で、もう一度ですね、ちょっと要点を、説明しながらやってみたいと思います。今これちょっと早送りしております。特に今回はですね、胴体の部分を描くということで、このナマズの質感が非常に出ますので、それをちょっと詳しく解説したいと思います。今はヒレですね、胸びれ、背びれ、尾びれ、尻尾と書いております。これからですけれど、今度胴体を描きます。この場合、この筆にどんな形になっているかといいますと、今黒を主体に、水の上に黒を主体に入ってます。そこにいろいろな色をちょっと入れてます。紫、これ利休茶というちょっと緑系ですね、暗い。それからこれ同じ場所につけずに微妙にちょっとずつです。黒に対してちょっとだけ茶色とか、これは藍色つけてます。これがもう筆作りといいまして、もうこの段階でもう次にやることが決まってしまうんです。これをやることによって次に胴体を描いた時にもうその質感とか色合いが決まってしまう。ですから、自分でどのような色にするかは自分の判断でつけたらいい。このもうこれでもうあとは腕じゃなくて、あとはもう自然、ここはもう偶然の一致です。ですから今までちょっと入れたのが黒を主体にして入れてますけど、ちょっと赤っぽくなったり紫になったり茶になったりということで微妙に出てきます。この一発でもう、例えばナマズならナマズのもう私はその絵が決まっちゃうと思ってます。あとはですね、修正できますけど、ここだけはなかなか修正しづらい。こういうの筆作りといいまして、筆にどのような色を染め込まして表現するかということです。ですからこの筆作りはもうやることによっていろいろな表現ができますし、これは墨以外ではなかなかしづらいことだと思います。墨というのは非常に混色が綺麗ですし、また自然に和紙の中で混ざります。ですからリンゴを描くんでも赤だけじゃなくて、オレンジとか黄色とか緑とか入れて描くと、この筆に入れる含ませる分量はそれぞれの描き手の判断です。でもこの段階をしっかりやることによって最後まで作品自体が非常に面白い。今やってるのはこれ最後の修正ですね。これあと垂らし込みという形でゴーッとやることによって全体像がまた綺麗に変化します。でもこの胴体のゴーッという丸みはもうこれは訂正できないんです。ですからこれを覚えると、やったーと、うまくいったらやったーという気になりますし、これはぜひね、楽しみながらやってください。これをやることによって墨の面白さが愕然と面白くなると思います。今ですね、これ目を描いてます。意外とね、このナマズの場合ギョロッとした目ですね、これを今立体感を持って描いてるんですけど、案外こういうの細かい、特に目のようなとこはこだわった方が絵をしっかりと引き立たせます。私の住んでいる紀州も南海沖地震ということで随分騒がれますけれど、ナマズさんにはちょっとおとなしくしていただいて、安全で楽しい日々を送らせてもらいたいと思います。どうもありがとうございます。楽しんでくださいね、墨を。